皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はここ朝日町で、ラフティングの川下り体験をしようと思います。まあ、ゴムボートに乗ってこう激流なんかわかんないけど、どういう川の状態かわかんないんですけど、まあ、川を下っていくっていうので、まあいろいろこうサポートしてもらいながら、ラフティング自体も初体験なので、どんな感じでできるのかっていうのをこう撮って楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。せーの、はい、おお、上がります。よいしょ、はい、オッケー、はい、もう打てない、ここは後ろから押してもらったら上がるか、はい、すごいね、はい、すげー、いた、ちょっと待って、よし、はい、もっと小学校って感じもしないね、でもだいぶ、もう10年これ、はい、今日これ、これに、まあ、もう先にもう持ってってもらってて、うん、準備した、はい、はい、これかな、俺次第ゆるゆる、ここ、こっちを取る、あ、こっちもいい、で、ここはね、多分後で調節しよう、行きます、これ結構重要な任務ですね、これね、はい、はい、ない、あ、ない、あ、ないんだ、ここ掴むとこ、あ、やばい、ここはい、ここがなかった、大丈夫、はい、OK、大丈夫、はい、よ、オッケー、ね、頑張っていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、今日はメインで僕ガイドしますよ。ノブって言います。よろしくお願いします。はい、ね、で、そして今日は重要な任務待ってますね。今日一緒にボート乗ります。紫のヘルメット、パラダイスくんです。はい、お願いします。はい、はい、そしてね、もう一人今日のツアーの責任者です。はい、ピースケー、はーい、ね、今日カメラ撮ってくれますね、カメラもいっぱい撮ってくれます、はい、よろしくお願いします。そしてもう一人ね、いますけど、今日一緒にボートを乗ったりとか違うボート乗ってくれたりね、サポートしてくれます、あおちゃん、よろしくお願いします。一番テンション低いんじゃない、ね、なんだろうこの人みたいな、ね、じゃあこれでいいので紹介をお願いします。自己紹介を、自己紹介なんとなくでいいですね、いいよ、素晴らしいです、6年生です。わー、くーちゃん6年生よろしくお願いします。じゃあくーちゃん、せっかくなんでお聞きします、好きな食べ物何ですか。いちじく渋いちってきたからいちごかなと思ったらいちじくですね。さすがやっぱり全然食べたことない食べたことないの、うん、なんかあんま、なんかグロテスクなやつですよね。グロテスク、そうかでも、いつも出てくるそうだね、じゃあくーちゃん、じゃあイチジクが大好き、よろしくお願いしま す。さあ、じゃあそして今撮影しておりますけれども、じゃあ自己紹介お願いします。はい、まこです、 YouTuber です。今日は何するんですか。今日はラフティング、そうですね、で川を下ります。イエーイちなみにまこちゃんに聞きます、今日の川、はい、下る川なんか分かりますか。知らない。最上川、あ、そうです、そうです、そうですね、これは山形県ね、になる母なる川でございますから覚えておいてください、はい、で今日の川最上川ですね、はい、これをこのメンバーで下っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ意気込みをやっていきますか。意気込み。これ映ってんのかな。頑張ります。はい。オッケー。頑張ってください。じゃあくーちゃんも行きますか。じゃあくーちゃんもじゃあ一緒に。クールすぎてもう、はい、A に言いますね。じゃあ A を言いましょうか。の A A O。はい、オッケー。行きます。じゃあ。はい。二人がかりだった方がいいですか。あ、ここじゃあ、はい、ちょっと見た、ちょっと二人でか、はい、はい、せーの、よいしょ、はい、ダンチャカダン、どうぞ、
マコちゃんやばいね、男2人に。え、両手に花ってやつ、両手に、両手に、ごめん、あの、サルタス君、なんかね、あんまりそう思われてないみたい。残念でした。残念だよね。どうしよう、一番前、一番前に行きます。うん、じゃあちょっと待って、ね、よいしょ、うん、一回座ってもらう、うん、あ、やべやべ、一回、はい、なんか、あ、ごめん、足、オッケー、マコちゃんね、座る場所、やべ、あ、ゴープロ、大丈夫、はい、ちょっと支えてます。あ、大丈夫です、はい、で、一番前に行こうかな、はい、うん、どうやって、ちょっと待って、ね、いや、ここにまさかあの水鉄砲があると知らずに。あ、ごめんごめん、いいよ、そ、はい、いいよ、ちょっと待ってください。あ、ほのおさん一人行きます。あ、じゃあ俺一人行く。はい、うん、かぶちゃん、はい、いいよ、よいしょ、え、ここ、ここです、よいしょ、前だよ、惜しい、はい、今日僕2列目に乗ってるんで、はいはい、まああのうわーとかなったら僕もこうやってライフジャケットガッて掴んで、まあ、なんかどうです、こうなんかあんま力かけると痛いとかありますか、うん、痛いとかはないです。ないですか、はい、あ、じゃあとりあえず、うん、わーって落ちそうになったら僕、うん、おらーってこうやってしっかり掴むんで最初、はい、じゃあ行きます、前こぎ、せーの、そうそうそう、はい、1、2、はい、1、2、そう、はい、1、2、はい、1、いや、そう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 、ハードル上げて、イエーイイエーイっていう感じでね、今日は行きたいと思います。じゃあ僕後ろでね、みんなのこと指示します。はい、じゃあ行きますよ、はい、前こぎ、せーの、1、2、はい、1、2、はい、1、2、はい、1、2、あ、OKOKOK、 ロストパウダー、ロストパウダー、いいよ、いいよ、 OK、 はい、よいしょ、 OK、 やっぱこの位置にいた方がいい、はい、じゃあ、ここからね、波強くなるんで僕支えてます、こうやって、そう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 、頑張れ、頑張れ、はい、そう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 、よいしょ、頑張れ、クーちゃん、頑張って、クーちゃん、頑張れ、OK、いいよ、はい、OK、OK、いいね、いいね、いいよ、クーちゃん、OK、クーちゃん、ストップね、マグちゃん、大丈夫、はい、はい、OK、で、パドルしっかり立てといて、パドル立てといて、こうやって、はい、こんな感じで、OK、で、マコさんは僕は支えてます、あなたを全力で支えてる、行きますよ、もうあなたしか見ない、行くぞ行くぞ、やばい、うわやだやだやだ、はい、やだ、もう意外と大丈夫、意外と大丈夫ですか、大丈夫、すげえ、はい、じゃあそしたらクーちゃん戻って、戻って、じゃあなんとなく、じゃあみんなガッツポーズ、イエーイ、イエーイ、乗り切ったーオッケー、オッケー、話して大丈夫ですか、はい、大丈夫です、オッケー、もうクエが全てを受け止めたからねえっていう感じのが、これからちょっとずつ続きます、はい、はい、クーちゃん中に入っちゃおう、中入って、よし、中入って、中入っちゃおう、よいしょ、足ちょっとごめんね、はい、よいしょ、足を、よいしょ、で、よいしょ、はい、はい、はい、まこちゃん入りまーす、え、これどうすんの、え、そのまま、うん、だらずず、ずずっていくよ、あ、でね、足、もうちょっと、そう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 、はい、で、はい、ゆっくりお尻戻す、そう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 、はい、あー、やだ、
行きます。あれ浮くと、かっこいい、出た、かっこいい、ネイティブな、ネイティブな、ハッコイ来た。ここ、やばい、あ、どんどんハッコイ。これがハッコイか。じゃあ足出して、ここに、くーちゃん足出して。くーちゃん助けて、私。はい、ということで、はい、カメラに向いて、はい、イエーイ。せーので引き上げますからね。いきますよ。せーの。よいしょ。で、このまま半回転しますよ、半回転。くるーって半回転。よいしょ。よし、引っ張ります、引っ張ります。はい、オッケー。よいしょー。オッケー。そしたら、はい、ちょっとノブさん二人で一回ポジションだね。はい。よし。じゃあちょっと支えます。こっちの、じゃあこうしようか。よし、じゃあ上げます。はい。行くよ。はい。せーの。よいしょ。よいしょ。オッケー。ごめんね。はい。せーの。よいしょ。はい。足痛くないですか？ちょっとじゃあ足を。背中を押さえてもらって。はい。押さえてます。じゃあクーちゃん。こっち動かしてっていいですか？はい、はい、動かします。はい、ちょっと背中を押してもらって、はい、OK、はい、です。 OK、 はい、OK。 さあ、じゃあこいでいくよ。せーの、よし、もう中入っていいよ。全然大丈夫だった。全然大丈夫。下にいる人はめっちゃ濡れるよね。すくって上がってるみたいなもんだ。いいね、くーちゃん戻っていいよ。何、全然余裕だった。余裕だった。余裕だった。それ。じゃあパドル持って行く。違う違う。な。もう一回やりたいと思いますか？なんで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 やりたくない？疲れた。もうちょっと水が綺麗な時だったらやりたい、ね、はい、ということで、ラフティング体験終わりました。意外とバランスも取れて、ね、楽しかったです。で、私だけじゃなくて他に車椅子の人でも体験してみたいなっていうこと方は、ぜひラスティカのホームページまで、お問い合わせください。概要欄にホームページ貼っておくのでぜひ確認してみてください。で、今月は7月いっぱいまでまず朝日町でやって、その後はちょっと8月は岩手の方に行っちゃうそうなので、また9月から10月で、はい、体験できるそうなので、うん、ぜひ皆さん、まあ、もう障害あるなしかかわらず楽しいのでぜひ体験しに来てみてください。はい、ね、ということで、こんな感じで今日は終わります。この動画がいいなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、です。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。You're holding me.